さあやっていきましょうか。ファイアウェイズブレッジハースファイ。気づけばね、第5回まで来てました。ハンドガンガチャ、鍵を、ここは、ああここは切ったことが、ああはいはい、あそこですね、切ったことがあるところでしたね。はい、でこの辺りは何かあるのか調べる。誰だよこんなところでお茶会してたやつ。パリン、半玉で、こっちは向こうから施錠されている。ここ開ける、特に何もない。つく、何もない。うん、前回はなんか、あ、これ、あ、これ、これも壊せんだ、何も出てこない。うわー、完全に破壊魔ですね。うん、で前回はハイゼンベルクとかいうちょっと怪しいなんか魔法使いさんに連れ去られて、で城の中に入ってきたんですが、まあ無事にね、なんかね、いろいろと襲われたんですけど逃げることができて、で今単独でこの城を調べているという状態でございます。でそんな中、まあ、武器商人のね、デュークとかいうね、まあ、通称マツゴデラックスさんがいて、でそのマツゴデラックスさんが、まあ、武器商人ということだったんで、あれ買いねこれ買いねって言って、まあ、騙されていろいろとタダで買わされて、こんなね、なんかプラン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 、ほら構えたらプラン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 してるでしょ、とかハンドガンにもプラン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 しているという、そんなものを買わされたという、そんなところですね。はい、ここでは使えない。うん、なんかこれ読めたりする、読めない。はい、で今回はさ、再びですね、パートで、じゃじゃ、お城探索編というところでございますね。特にないかな。じゃあこれか、このままでは使、このままでは使えないってことは、これ、キーアイテムか何かで調べる的な感じなのかな？ほい。あ、やっぱり。ほい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 。非岩石ってやつですね。いえいえ、使えるでしょ、使えるでしょ。いやいや、家族写真を目のところにはめ込んだら、いやーってなるわな。切れちゃうーってなっちゃうからね。はい、行きましょう。ドア開きます。おお、きっと娘再び見た、何体内にめっちゃ入ってんじゃん、もし。それで追いかけていく男子、男子じゃねえ、女子か。急ぎ。あ、ですよね、開かないよね。ちょっと相手に知らない、でも知らない。怖い。あ、たダメ、もう我慢できない、早く私の中に入れて。逆。うん、ああ、前回パートでね、落ち着いて大人なプレイをしましょうと言っておきながら、全然大人なプレイができてないね。1958年6月9日、今日からお城で勤めることになった使用人が女の人ばかりでびっくり。上司様とお嬢様たちの機嫌だけは損ねないようにと強く言われた。どんな人たちなんだろう。え、58年で、これが2021年の話だから、いくつあの人たち。お城に来て今日で2週間、なんだかこの城は少し怖い。同僚のアデナがダニエラお嬢様に粗相をして顔をナイフで切られた。夜になると亡命みたいなうめき声が聞こえる。家に帰りたい。幸せ。どうしよう。お嬢様とか食事している時、あまり暑いから少しだけ食堂の窓を開けた。そうしたらお嬢様たちが一斉に私を見て叫んだ。すぐに閉じろって。きっと私も地下に連れてかれる。どうしよう。なるほど。ということは、太陽が苦手なんですかね、やっぱり。なんだっけ、ドラキュラだから。スクラップ。あれ進めない。しゃがんだ。ああ、あった。ドミトレスクいるんじゃね、いるね。バレた、気づかない。そのまま抜けていく。ドミトレスク、ポンコツやね。音で気づくじゃろ、今の。気づかないの。はあ、まあ。今ここで戦っても、おそらく勝てないからいいんだけどさ。レコール止まってる。こっち行ったけど行けない。ガチャガチャ。
いやいやいや、音でバレんでしょ、ガチャが。なんか音がするわね、って言って、あら、イーサーウィーターズって言ってね、また戻ってくる的なオチだと思うんですけどね。うん。なんか意味ありげな。うん。ハンドガン。ハンドガンすげえあるな。ありがたいんだけど、ただこれ、あ、まだ大丈夫かな。ただ、回復アイテム心もとないな。これ大丈夫？回復アイテムが、一個作っとくか。アイテムを合成しました。オッケー。何これ？明かりを。Trusting Light。あー、そういうことね。なるほど。じゃあ、これは、もしかしてだけど。これ、本当にこれ正規な方法で合ってる。本当はさ、これなんか銃で撃ってとかじゃないの？こんな簡単に動くやつでいいの？しかも飽きたし。暗っ。ライトつける。まだついた。おっ！赤黒い血がこぼれてた。あ、なるほどね。もともとは赤い血だったけど、こう年月が経って黒ずんできたってやつかな。なんて言ったらいいんだろう。サビじゃなくて焦げじゃなくて、まあ、よくわかんないんだけど、これ何？よくわかんないね。うわ、くら、こわ。これとこれはわかる。これ何？これかぶせられたやつが一番なんかあのこうね、同じ目に遭うとしても屈辱的だろうね。なんかいる？あ、なんかある。調べる。適合、アリーナ、ミハエラ、ロイス、イングリッド、ハイキ、ディアンドラ、グレタ、ナディン、カメリア、ビアンカ、メリナ、アストリド、ドミラ、ロゼリンダ、リナ、ステファナ、ガブリエラ。ガブリエラはモンテスから。え？ああ、びっくりした。これがなんかね、あの、ウルトラマンに出てくるなんとか星人みたいな感じに見えた。
この狭い階段だったら来る？ジュジュ来るか来るか帰って、あ、行動範囲じゃないんだ。あー、じゃあもうちょっとこれ相手にしない方がいいね。相手にせずに先進んでいこう。あー、ちょ待って、またもうなんかいるじゃん。逃げろ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 、食らいたくない食らいたくない食らいたくない、クラウド曲がったら逃げる、クラウド曲がったら逃げる。ふーい、めっちゃ気合入れてんじゃん。お前は今晩のメインディッシュよ。ちょ待って、ってことはこれボス？調べる調べる調べる、どこへ行くつもりなの？ゴール、あーら、ゴールドを邪魔しました。すいません、あ、ちょ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 、全然ダメないじゃん。あ、やった、ゴールらしいから来たやつ。うわー、めっちゃキレてる。この俺、この人間ごときか、人間ごときか、ほら、私に痛みなど感じないなら、この距離でもショットが大丈夫なのね。あ、私の体が崩れていくわ。崩れポンチ、崩れポンチ。めっちゃ切れてる、めっちゃ切れてる。ほら、ほら、なんてこと。ちょ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 、あっ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 、いける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 。ほら、あっ、切れてる切れてる。仮にもお嬢様って言われてたし、ね、でかベジータ、ベジータの結晶ゲット。あ、終わりですか。あ、終わり。あ、じゃあ大したことないね、娘たち。そんなに言うほど。終わりですか。あ、じゃあちょっとなんかアイテム逃してないかだけ見た。あ、だ、やっぱり逃してたね。お金このくらいか。おお、娘ちゃん、ただ若干食らったね。あ、だいぶ食らってるわ、だいぶ食らってたわ。これ以上は戻っても仕方なさそうですね。これ以上行く、あ、こっちは、これは後で戻ってくる感じの場所だね。で、こっち階段戻っちゃうと、なんかあの変な、あの積極的な SM プレイを仕掛けてくる、牙むき出しの女たちが来るんで。あー、娘、もう一体終わりなんだ。まあでも確かにな、今回だってボス4体いるんでしょ。ハイゼンベルクだかなんか、ヌメヌメタと、お人形ちゃんと、で、ドミトレスク夫人がいるんでしょ。っていうことを考えたら、そうだよね。10。4体いて、で娘3人もいてってなったら、そりゃそうだね、赤ワインゲット。いいか、本物の赤ワインこれだ。3ビエビなんてなんてなんて3なんて書いてあった。3ビエルジェ、3ビエルジェ。はい、また一人地下送りになった。あの娘はスープを少しこぼしただけなのに、みんながしてる地下に行ったらもう帰っては来れない。血を抜かれて恐ろしい勇気に変えられる。骨と皮だけになったあの娘は腐ったネズミの死骸をかじっていた。次は誰の番か知らない。なるほどね、血を抜かれてあんなにガリガリになってるわけだ。ああ、スクラップ、これ食えないよね。てか、なんで食おうとしてるんだろう。食いたくない、いらないね。オッケー、レイゲット。これあれだね、なんか捨てるアイテム捨てれないアイテムとかっていろいろあんのかな。あ、単純な鍵がかかっている、残念でした。調べる、何これ。コンペンセイター、威力が、お、あ、なんか先っちょについたな。これで、なんぼになったの？違う違う違う。これで、調べる。おー、威力が30も上がった。やっぱ、アルバートってあったけど、あれ、あ、キピクメッケ。キピクメッケ。じゃあ、ほい。これ早速使いましょうか。薬液も一個使っとく？使ってもいいかもしれないね。ちょうど100発ある。何これ？木彫りの女神像。なんかの木、いや、でも、キーピックで開けれるところってことは、そんなあれだね。
鍵を外した調べる。さすがにワインははまらない。なんかアイテムがある。ガンパウダーはねすごい大量にあるんだけど、肝心のスクラップがないからこれはちょっと美味しくなさそうだな。基本的にカレー的なやつすごい美味しそうだと思うんだけどね、うん、なんか他アイテムない。他はアイテムなさげですね。 OK 戻りましょう。てか戻りましょうなんだけど、他何か、あれこんなんあったっけ。あれ俺見逃してる。怒りを知りし天使は高きから人を連鎖するのかな。喜びを知りし天使は英知の傍らで静かに微笑む。閲楽を知りし天使は美の鑑賞に、なんて読んだっけ、浸る。悲しみを知りし天使は暗き血の底で己を嘆く。あー、これデュークに会いに行った方がいい。いや、このままちょっと次進めるか、進めていこうか。まあボスがいっぱいいるっていうことを考えたら、娘の体力的にはあんなもんでちょうどいいっていう感じかもしれないね。ここでいいのかな。なんかワインベアでね、あ、やっぱりそうだ、沈みます。ちょっとアイスコーヒー、うん、でも本当にあれだね、なんかハイゼンベルクがさ、誰もいない城でって言ったけど、確かにあの娘以外誰もあの雑魚敵とかも徘徊してないみたいだもんね。本当に中には、あー、はい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 、これであそこに行けるっていうところなのかな。じゃあ中庭に突っ込んでいきましょう。ほい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 。Shall I give you the tour? お城を案内する。おお、ちょ、なんか目の前にいる。もし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 。虫は虫。来ない。来ないのか。あ、ごめん。なんかごめん。悪いことした。悪いことしちゃったな。まあいっか。あ、まあそういう運命ですよ、虫なんて所詮が。もう本当にね、嫌いな、嫌いだわ、虫。何これ。あ、特に何もない。ああ、よし、ちょっと。スクラップ B で、なんかできるのかな。ここはもしかしてなんかある?あ、ちょちょちょ、間違えた、間違えた。これあれなんだよね。マウス操作してるとどうしてもさ、とっさに、なんて言ったらいいんだろうな。ほら、キーボードじゃ、マウス操作だと、クリックボタンで勝手に発砲しちゃうんだよ。ところが、あれで、あ、こっち行けないのね。あれ、なんだっけ、コントローラー操作とかしてたらさ、その勝手に撃たない。まず構えてから撃つ。じゃん、普通。それがね、なかなか慣れないんだよ。またドミトレスクいる。ドミトレスク、いや、普通に視野狭すぎて。いや、見えるじゃろ、今のも。普通に見えてもおかしくないはずなんだけどな。ドミトレスク、ポンコツすぎる。マジで。ここで、あーって言いながらさ、声バーンって、今度バリーンとかってやってたらさ、普通にバレるやろ。はぁ。ここ全部割っといたらいいんじゃない。あ、割れるね。割っとけ割っとけ。 What have you done to my daughter? めちゃ怒ってる。やった、ドミトレスク城の地図発見。そうそう、ここ割っとけ割っとけ割っとけ。そう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 、いい感じいい感じ。これは誰なんだろうな。なんか一番左に書いてあったぽっちゃり系女子の人だったかな。ガンパウダー。この辺りで行ったんよかな。ああ、この時計もおしゃれだね。今は、11時10分くらい。11時っぽいね。特に、ああ、なんか開ける。大きいね、ハンドガン。ハンドガンの弾めっちゃあるな。あんだけさっき、あ、ちょ、行き過ぎた。あったな。鏡さん。イーサン・ウィンターズが見えないのは、もしかしてドラキュラだから。ここはなるほどね。こん
なお風呂に入ってんの？絶対ぬるぬるになるじゃん。気持ち悪い。悪趣味。入っちゃったよ。ああ、いい湯だった。男と女が目を合わせてはならない。卑しき農民は誰にも見向きされず、女を見ることも許されない。女と男で卑しきものは見向きもされない。で、女を、ちょっと。男と女。ああ、そういうことね。ってことは、これ今、男どもと、あ、なるほどね。こうして、で、見向きもされないと。これでいいんじゃないの？あれ？あ、男と女は、目を合わせてはならないんだよね。誰にも見る、女、あ、見ることも許されないって書いてある。ってことは、こいつを、なんかまた地下なんだよな。地下ってことはさ、粗相したやつらが連れてかれてった場所なんじゃないの？またマジか。ここどうする？なんかアイテムとかも気になるんだけどさ、まあ、一周目だし走り抜けてこうか。ほら今左上一瞬セーブしたよね。癒しがいた。癒し、ちょっと待って、癒しが切れない。ほい。これ壊すとなんかあんのかな。うわぁ、何これ。What the hell? ちょっともう行く？ダッシュしようか。あれ？こっちか。うおぉ、なんか降ってきたし。やばい。いやもうここは調べる。FFFF。マジでめっちゃ D 押してた。めっちゃ、ちょっと小刻みに。小刻みに。右にずれてる。あ、いいな。これ、また下に。あ、戻れるんだね。でもこれ戻ったらまたいるんじゃないの？使っちゃったな。あ、でも回復薬まだ2つあるからいいか。どうするんだったっけ？シフトを押して、ほい、これ、OK。あー、でもゆっくり戦えばよかった。こんだけ弾あるし、痛い。いや、でもなんかもったいないな。多分コスパ悪いと思うんだよな。これでも戻れるしな。まあ、またなんか気が向いたら戻りましょう。これあれだね。あそこにあれだ。マツコデラックスいるんだよ。どうやって入ったの、あれ。全然意味がわからん。あ、でもいいな。ここの景色を眺めながら、このテラスでお茶を飲むってやってみたいな。いいな。あ、風車もあるしね。いいな。ただね、この眺めから見てて、ライカンが全然いないっていうのがね、レディース、ライカンジェントルメンってね、全然やってない。このオチ3回目だからもう慣れたわ。めっちゃ電話鳴ってる。おー、あれ、いやもう、その角度だった。いや、めっちゃ見えてるでしょ。バレバレやん。ドミトレスクポンコツやろ。だから娘一人殺されるんでしょ。はよ出ろや。そんなに電話嫌。マザーミランダにかな。いや、絶対鏡で見えてる。マザーミランダ。マザーミランダ。I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. めっちゃ怒ってる。だから私に預けろって言ったら、やつは私の城に来る。And it's already proven too much for my daughters to handle. When I find him... もし見つけたら。No, Miranda. Yes, of course. I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Bio 4でも儀式あったよね。To hell with the ceremony! 儀式だと知ったことか。We'll pay for what he's done. また出てったよ。
何結局誰一人としてマザーミランダのこと慕ってないじゃん。いいのそれで。いやこの少なくともサドラーの方があれだね、カリスマとしての能力が高かったかもしれないね。だってね、サドラー様うんぬんかんぬんって言ってね、みんな慕ってたじゃない。向こう側から施錠されているようだ。はあ。あ、お人形さんか。はいはいはい。よう荒れてんな。ただ鏡にも映ってたでしょうに。いや、ミランダお母様に呼ばれる恩師、お子の父の処遇を話し合いとのこと。血のつながりはないとはいえ、奴らと兄弟扱いされると虫唾が走る。特にあのハイゼンベルク、下品で素やな癒やしい血の男、お母様が止めなければこの手で引き裂いていた。なぜお母様は私を奴らと同じに扱う。後ろを与えてくださったのも、従順な娘は不死の血肉を与えてくれたのも、私が特別だからでは。喉が渇く。ミランダお母様に呼ばれる。お子の父の処遇を話し合い、やつらと兄弟扱い。え、兄、妹、あれ？ハイゼンベルクが妹なのか？あれ？ハイゼンベルクが妹なわけないね。おー！メリー！見つけた。All this for a child who isn't here! What the hell do I do?You ungrateful, selfish wretch! You come into my house! You lay your filthy manhands on my daughters! And now you even try to sleep! Robbery! Rest while you can! And I will break you!Go ahead, do your worst! Sure, 何とでも言え。え？また地下かよ。地下好き。何度、またこれあれか。どっかちょっとセーブポイントないかな。そろそろ時間が来てるんですよね。そこで待ってなさいって言われて待ってないかったら、何これもしかしてドミトレスクと追いかけっこ的な感じが始まる。ここまたなんかあれだよね、あいつらいそうだよね。いないお、You'll be sliced to ribbons before you ever see the truth. You will learn to insult my stomach crack. Do you want to try? It's too late to turn back.やっぱりドミトレスクは強かった。いやー、難易度変更しないよ。マジか。了解です。そしたら時間も時間なので、次回パート、ここからやり直すことにしましょうか。うん、ということで最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。次回こそリベンジしてやる。くそー。